はい、どうも、タカボンです。ファーミングシミュレーター19、続きをやっていきたいと思います。今回はですね、ようやくですね、キャノーラの方がですね、収穫できるようになりましたんで、キャノーラをね、収穫していきたいと思います。こちらですね。こちらが、キャノーラです。収穫可能、肥料散布済み 100%、 石灰が必要。石灰がちょっと足りなかったのか、石灰が足りない場合は少し減収になるのかな、まあ、とりあえず 100% なんで、肥料の散布が 100% なんで、うん、50% アップですね。なので早速ね、買っていきたいと思います。あ、そうだそうだ。そしてですね、今回は18番の畑、こちらですね、前回購入したこちらの畑ですね。はい、なんかまばらだね。すごい、なんかこんな、なんかすげえ、まあっちこっちなんかまばらだな。まあいいや、とりあえずここにですね、綿花をね、巻いていきたいなと思います。うん。キャノーラの月はね、ちょっと綿花にチャレンジしようかなと思います。こいつを買いますか。2万9000の方ね。オプティマ5なのか、オプティマ V なのかわかんないですけど、これを買いたいと思います。とね、今後綿花をね、植えていきたいなと考えてますんで、ちょっと待って。よっしゃ、機械ありますね。それじゃあこの機械をつけていきたいと思います。おー、危ねえ。よし、したら畑にね、到着しましたので、で、このままか？破種機を展開する。おお、すげえ。なんか横に伸びた。ほら。そして、なんか押しちゃった？ああ、マーカーか。作業員というかね、アルバイトの人にね、頼もうと思いますんで、まあいいや。とりあえず、種子、ひまわり、大豆、天才、麺、これですね。麺。麺を植えます。真空破種機か。真空破種機ですね。それじゃあこいつで行ってもらえますか。お願いします。お、こんなの人だ。はい、キャノーラを借りましょう。まずこっち側から借ろうかな。それではメインスイッチをオン。どんな感じでしょうね。これやりづらいな、この端っこ。坂なんですよ。ガタガタだし。ガタガタだな、これね。もしかしてカノーラってウィンドウを作れるの、これ。まあ、いいか。どんだけ収穫量あるんだろう。この一本で、こっち側の一番短い一本で、どれだけありますかね。1051か。この1枚の畑でこの機械が1台いっぱいなるかならないかだね、もしかして。マジか、そんなもんなの。そしたらあとはアルバイトの人にお任せしたいと思います。
ちはどう？半分いった？まったまだだね。なんかパワー不足？ちょっと待てよ、これ機械変えるか、トラクター。よいしょ。そしたらこれでちょっとお願いしてみるか。はい、よろしく。ちょっとね、掛け合わせがずれると困るんで、ちょっとねかぶしました。え、コンバイン君はどうなんすか。うわー、マジかよー、6000か。ここでまだ1448かい。これが2万1000リッターだから21倍。あー、1台丸まんまで3万ちょっとか。1台取れるかな、トレーラー。この畑1枚でこのコンバイン1台なのか、本当に。あ、本当にそういうことか。この畑1枚で1万1000リッター程度なの。よっしゃー、よし、これですね。お、もうちょっとで終わりますね、こっちは。このところなんか任さってないのが気になる。どこ？どこ？ちょっと待ってよ、お前何やってんの。ちょっと、大事な大事なキャノーラなんですよ。ほぼ満タンだね。ちょっとおさみに行ってくるか。その前に、よいしょ。よいしょ。とりあえず綿花は巻き終わったと。そしてだな。何しようとしたんだっけ。
あ、そうだ、石灰をまこうと思ったんだ。どこにある？ライムケーキはどこだ？ライムはどれだ？これか。ライムはこれか。え、ちょっと待って。なんでお前仕事終わったの？これでおかしいでしょ。自分で借ります。ちょっと待ってよ、その前に仕事だね。こいつはもう満帆でしょ。こいつはこれがなんだ。肥料散布機を補充。ライムだ。 OK。 これでいい。でもってこのライム巻きをやってもらおう。いける？あとね、これね、ちょっと待ってよ。好きなだけスピード上げてください。で、こっちはまだまだかかりそうだから、これはいいとして、これはこれ、よし。マジか、変形した包丁だとダメか。おお、あそこになんか作業機械をキッパにしちゃってる。俺大丈夫だろうか。引っかかんない。ギリ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 でした。 OK です。草刈り機を置きっぱなしにしてた。え、ちょっと待って。オフジェクト。ああ、そういうことか。で、動く？え、どこまで君は巻いてるんだい？ちょっと待った。お前どこまで巻いてんの？なんてこったい。最後もかさってんのかな。そこまあいいや、こっち行け。こっち、じゃあどうでしょう。あ、そっか、もかさってるとこは白くなってるから。まかさってないじゃん。いや、後で巻こう。終わりました。
2万1000でしょ、これがね。3万8000円ぐらいか、全部で。じゃあ行きましょう。こちらです。あれ、貨物エレベーター東ってどこ？あっちか、遠い方か。よいしょ。とりあえず2万1000リッター、2万1000リッターでーす。3万416、まあまあですね、やっぱりね。あと残り、よし、戻りましょう。よっしゃ、2回目です。7487。はい、ということでですね、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。ですね、キャノーラのね、収穫ということでね、畑2枚分のキャノーラを刈り取り、売却いたしました。最終的な金額はですね、売却額がですね、$37,895。そしてですね、まあ、人件費がまあそこから$2,500ぐらいかかっているとしてもですね、だいたい$35,300ぐらいはですね、今回は儲けになったのかなと思います。利益としては$35,000ですねぐらいになりました。で、今ですね、このキャノーラの刈り取った後は、今ですね、石灰をまいてですね、起こす状態になっております。まあ、そちらの方はですね、まあ、収録外でね、まあ、起こそうかなと思ってます。そして18番の畑同様に、この2枚も綿花にしてやろうかと思っております。はい、といった感じでね、今回はこの辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてまたね、見に来てください。といったことで終わっていきたいと思います。それではまた。